と、えー、ということでねある意味私たちロスジェネ世代へのこれエールなんじゃないかなって気もするんですよ。まあ、片っぽではロスジェネから這い上がれずにこのまんま将来の不安を抱えながらあ暮らしていく同じ世代のね40代50代の方々へのメッセージとしてはまさに滅びゆく第2199の時代の滅びゆく地球の中に俺たちに希望はあるのかその希望は本当に信頼できるのかっていうふうに葛藤するところ。そして2202で、えー 白色団帝国ねこれが出てきて圧倒的な力をこの世の中に広めてそこにアクエリアス文明っていうね完結縁で出てくるアクエリアスっていう文明もちょっと見えてきたところで俺たちはなんか大きな力権力によってかなり充輪されてるけどもなんか突破口はないのかっていうふうに探り続ける姿また今回の2205では今度ねかつては強大な敵だったガミラスが力を失って私たち地球人類の いわゆる、ね、ロスジェネ世代の力は必要としているっていうところもなんか知らないですけどね今アメリカが中国との覇権争いにあと数年後には追いつかれるんじゃないか追い抜かれるんじゃないかって時に私たち日本人の、うん、多分この何かの力がね、うん、このアメリカでもない中国でもない、うん、共産主義、えー、民主主義、うん、そういったものを超えた 大きななんかやっぱり言うまでもなく宇宙戦艦ヤマトに出てくる民族っていうのは宇宙戦艦ヤマト地球側は完全にこれね日本人を意識してますよね。でガミナスっていうのはやっぱりねあれこれはねアメリカを意識したあガルマン・ガミナス帝国だと思うんですよ。うん、でボラ連邦っていうのはソビエトとかね今で言うロシアみたいなところだと思いますしもしかしたらねこの 黒色暗黒星団帝国ですか暗黒星団帝国はもしかしたら、うん、中国とかを意識してるのかなって気もするんですけどもどうですかねこの辺はちょっと考えすぎなのかもしれませんけども、まあ、とにかくそういった時代背景もちゃんと盛り込んで作品を作ってるところにむちゃくちゃ私たちが暮らしている人生とねオーバーバップすするるリアリアティを感じるんですよ、うん、でそこに出てくる新人たち新入社員たちね彼らが。 まあ、大和に対して反乱を起こすいやーこれすごいなーと思いましたけどもあの古代のね言葉「おいお前ら」俺たちと,同じ,こと同じことすんなよ」みたいなね2202で山崎機関長をね地球に置き去りにしながら独断で飛び立っていった、えー、宇宙戦艦ヤマト古代たちとそしてそれを温かく見守ったあ東道司令ね <laughs> でそれがまたね「またか」みたいな感じヤマトは反乱ばっかりするな」みたいなね そんなちょっとこういたずら心もあったり面白さもあったり、えー、そういった破天荒な動きだからこそ世界の宇宙の秩序をね守る作品にもなるし私たちはがんじがらめの規則の中でどうしても譲れない熱い思いがあってやっぱりそれをね鎖を解き放つように私たちはたまにこうやってねその時は認められないかもしれないけどもルールや空気を破る行為かもしれないけどもでもなんかその。 若さっていうんですかねそういうふうなあの突っ張っていく権力に対してただ従順になるだけではなくて時には突っ張っていくっていう姿勢が、まあ、挑戦でありエネルギーであり未来を開いていくんだろうなっていうところはねもう全面に押し出されていてむちゃくちゃ良かったなと思いますね。はい、で、えー、と今度ね2月ですか2020何て言うん2 0何年でしたっけ ?2022 年ですか まあ、リリースされるとというこななんでなんかいろんなね妄想を描きながら待っていたいと思うんですけどもやっぱりここでは「大和与遠仁」がドカーンと行くのかなという気もしますがもしかしたら新たな旅立ちを全部使い切って後編テイクオフをやってその後とで「大和与遠にたる2206みたいなのが始まるのかなと思ったらねこれすごいですね。その後でまたあの対ボラー 宇宙戦海部とシャルバート編が始まりまりすからねでやっぱりこう土門にはね最後ねあんな死んでほしくないですよねそれからアゲハ財閥のアゲハっていうのは途中からだから合流して土門と一緒に友情を育むのかなとか思ったりもしますし今回坂本もなんかちょっとねヤンキーっぽくていいですね、うん、やっぱりこう暴走族っていうかコスモタイガー乗りブラックタイガー乗り、えー、ああいうのは、うん、やっぱあれですね 暴走族ででってほしいですよねこれも私たちの時代じゃないですか坂本まさに暴走族みたいな感じがしてすごく楽しいなとあと休憩時間になんかこれ、ね、タブレットでゲームやってるところも面白いですねなんかね <laughs> うんいやすごいなと思いました隅から隅まで本当ごちそうさまって感じでいやこれほどの作品が作れるあのスタッフさん本当にすごい人たちだなと思いましたねよくぞこれを送り出してくれたと思います で改めてね旧作の新たなる旅立ちも深い味わいとともに見ていられるかなと思いますし今回ねヒス首相ですか元ヒス副総統ですけどもガミラスを預かっていた彼があなんかねそのデスラ総統とと和解すするシーンかか良かったですね旧作では2199とか旧作の宇宙戦艦までではヒス副総統は結局デスラー総統に射殺されてしまうんですよね。 あれほど職務に忠実でクソ真面目な人がまああのクソ真面目であるがゆえに悲劇の末路をたどったというところがありましたけどもなんか今回ね必副相当がすごくいい人に感じられたりとかあとシ術ルツ司令のね孫娘さんのあの女の子がいましたけども必副相当とすごくいい関係を築いていたってこともあの言葉で分かりましたしねなんかもしかしたらあの少女がシ術ルツ 司令のね、孫娘のあの少女がまた大きな伏線となって地球イスカンダルもしかしたら他の運命アキエリアスとかの駆け足になるんではなかろうかなみたいなことも考えちゃいましたねだあの女の子のんかねこれからの,あのキーマンぶりも楽しみだなと一体いくつの伏線を張ってるんだろうなとそういうことばかり考えてし,えてしまいますけども。 いやーどういうふうにお感じになったですか私はまだまだ言い尽くせないことがあるんですけども言葉より思いがあふれて言葉自体がちょっと作れないような感じがします、はい、じゃあ今回はこのぐらいにさせてもらいますね、えー、本当にありがとうございました2205につきましてはこれからもねあことに応じていろいろと話し合えたらいいなと思いますしまたね後編ですねこちらの情報も少しずつ出てくると思いますのでまたあの楽しんでいきましょう私たちは やっぱり今でもね宇宙船開幕のクルーであり、えー、銀河鉄道999の乗客なんですねきっとねあちなみにね次元先行艇のフラーケン少佐っているじゃないですか潜水艦みたいなやつに乗ってるフラーケン少佐ねなんかあれキャプテンハーロックに似てませんかあのかっこよさは <laughs> なんか前作でもかっこよかったんですけども今回ねなんか最初からかっこいいですねガルマンウルフフラーケン少佐ねすごいですね <laughs> フクもいい味出してるし、お調子者のフクも。いいですね。じゃ